ロビン・アーマー・ラーンは、オランダの車椅子テニス選手で、シドニーパラリンピック男子ダブルス、アテネパラリンピック男子シングルス金メダリスト。2005年より、NEC シャイステニスマスターズを連覇している。ロビン・アメル・ラーンの表記もある。オランダ・ハーグに生まれる。テニスを13歳で始めたほか、卓球、水泳、柔道など様々なスポーツを楽しむ、少年時代を送るが、 二分積推奨によるカシマヒにより徐々に歩行が困難になった。1997年、背中に受けた手術がもとで車椅子の生活となり、リハビリテーションのために28歳で車椅子テニスを始めた。1999年には NEC シャイステニスマスターズで初優勝し、一躍世界のトップ選手となる。 リッキー・モリールと組んだ2000年のシドニーパラリンピック男子ダ,ダブルス2004年のアテネパラリンピック男子シ,シングルスでそれぞれ金メダルを獲得した2006年には国際テニス連盟が選出する ITF 世界チャンピオンとなった身長 180cm 右利きオランダの車椅子メーカーにテクニカルアドバイザーとして勤務しているスーパーシリーズマスターズその他 グランドスラムスーパーシリーズマスターズその他、ありがとうございます。